ボリス・アブラモビチ・ベレゾフスキーボリス・アブラモビチ・ベレゾフスキーは、ロシアの起業家、政治家。応用数学の博士号を有し、当初は数学者としてアカデミズムの世界に進んだが、後に実業家に転身し、新興財閥の一角、ロゴバズグループの総帥として、成功を収めた。エリツィン時代に台頭した聖書であるロシアの、 新興財閥の代表的人物で、その影響力から、政界の黒幕とも称されたが、プーチン時代に失脚、亡命した。数学者だった経歴もあり、ソ連科学アカデミーの会員であった。1946年1月23日モスクワで、ユダヤ系ロシア人の家庭に生まれる。1960年から1974年まで、コムソモールに所属し、その後は、 ソ連共産党に入党。モスクワ林業技術大学を卒業し、森林学、ついで最適停止問題など、応用数学を研究し、数学で博士号を取得する。1969年頃から研究員として、管理研究所に勤務する。1983年ソ連科学アカデミー会員となる。1989年に、 ボルガ自動車工場とイタリアのロゴシステムに関係する自動車販売会社ロゴバズを設立して社長に就任するロゴバズは国の輸出奨励政策を利用し自動車製造企業から輸出用の国産車を格安で仕入れそれを輸出せずに工程価格で販売することで多くの利益を上げさらに国産車のみならず外国車の販売にも進出しメルセデスベンツ ゼネラル・モータースなどの公認ディーラーとなった。距離を支中にする一方で、ロシアン・マフィアを中心にベレゾフスキーと敵対する者も,も多く、1994年に自動車が爆破されるなど、いくつかの暗殺未遂事件に遭遇している。しかし、ベレゾフスキーは、その後も事業を拡大し、大手石油会社シブネフチ設立に奔走し、同社を買収し、事実上、支配下に置いた。 また、ソ連時代から国際航空会社として知られるアエロフロートなど、ロシア国内の有料企業の株式をヤツギバヤに取得することに成功した。さらに、各企業に融資するために金融部門では、アフトバース銀行、統一銀行をグループ参加に収めた。ベレゾフスキーが最も力を入れた部門の一つが、メディア事業であり、テレビ、新聞、雑誌など、 あらゆる分野のメディアを買収し支中に収めたことで知られる。国営放送のロシア公共テレビ民放の TB6、ロシア有数の経済誌であるコメルサントカミ、ネザビシマヤガゼータ、週刊誌アガニ置ク、ブラスティなどを次々に支配下に置き、恣意的な世論形成を行うようになった。1996年の大統領選挙では、ロシア連邦共産党のゲンナジージュガーノフ候補は、 エリチンに一時僅差まで追い込んだ。同年のスイスのダボス会議でジュガーノフは経済政策でソ連時代に戻ることはないと表明して欧米の政治家や財界人からも支持された。しかし、このジュガーノフの歓迎ムードに危機感を覚えたジョージ・ソロスはベレゾフスキーに行動を促したことでベレゾフスキーはエリチン再選に貢献することとなった。この選挙を機に ベレゾフスキーをはじめとする、新興財閥が政権内で影響力を増し、ファミリーと呼ばれる側近グループを構成していく。ベレゾフスキー自身も1996年10月、いわば論考交渉で、ロシア安全保障会議副書記に就任し、チェチェン問題を担当する。1997年同職を解任されるが、1998年4月 CIS 執行書記に就任する。 また、自分の影響力のある人物を政権に送り込み、政権運営に関与し、エリチン政権の黒幕とか、政称の名を欲しいままにした。1998年9月に、ロシア金融危機の収集のために、エフゲニー・プリマコフが首相に就任すると、政権の主導権を握ったプリマコフによって、ファミリーに対し圧力がかけられる。ベレゾフスキーも汚職を追求され、 1999年3月に CIS 執行初期を解任された。しかし、プリマコフの台頭を恐れたエリツィがプリマコフを首相から解任したため、ベレゾフスキーは間もなく復権した。1999年会員国家会議選挙で政権与党統一の結成と選挙戦にはベレゾフスキーから大量の資金が流れたと言われる。また、大統領選挙同様、 オートを使い、統一の宣伝を強力に推進し、統一の勝利に貢献した。ベレゾフスキー自身もカラチャイチェルケス共和国の小選挙区から立候補し当選した。会議員としては、第二次チェチェン戦争に反対の立場を表明した。2000年3月の大統領選挙では、ウラジーミル・プーチンを支持するが、プーチンは逆に、新興財閥の影響力をそぎにかかる。 ベレゾフスキーは、プーチンに対抗して、反対勢力を急合しようとするが、一般市民の間で、国族扱いされ、敵の多かったベレゾフスキーは賛同者を得られず、逆に同年7月下院議員を辞職。さらに2001年ベレゾフスキーは保有していたオートの、株式49%を、ロマン・アブラモビッチに売却する形で、放棄せざるを得なかった。ロシア最高検察庁は、 アエロフロート資金の横領疑惑などで、ベレゾフスキーへの追求を強め、逮捕を恐れたベレゾフスキーは国外に脱出した。2002年10月、本人不在のまま、最高検察庁は詐欺の罪でベレゾフスキーを起訴した。亡命先のイギリスでは、プーチン政権に対する批判を続け、2007年4月13日付のガーディアン紙のインタビューでは、 プーチン政権を武力によって転覆しなければならないと発言し、ロシア政府の反発を招いた。2007年6月21日、ベレゾフスキーに対する殺人防御容疑で、ロシア人男性一人がロンドンで拘束された。前年にアレクサンドル・リトビネンコの毒殺事件が起こっており、イギリスはロシアに実行犯の身柄引き渡しを求めていた時期で、 英国在住ロシア関係者の暗殺計画がロシアにある可能性が疑われ、両国の関係悪化に拍車がかかった。容疑者は起訴されず2日後に釈放され、ロシアに強制送還された。7月18日にベレゾフスキーはロンドンで記者会見を開き、指示を出したとして、プーチンを非難した。2013年3月23日、義理の息子である、 エゴール出兵がフェイスブック上でベレゾフスキーがイギリスで死去したことを公表した。その後顧問弁護士も死亡の事実を認め死因については自殺であったと述べた。かつては実業家として巨万の富を得たベレゾフスキーであったが最近の生活は妻との離婚訴訟に関わる費用や医者料、さらには ロマン・アブラモビッチとの訴訟も抱えるなど多額の出費を強いられており、アンディ・ウォーホルの赤いレーニンなどの美術品や1927年型ロールスロイスなどのクラシックカーといった所蔵するコレクションを次々と売却するなど資金繰りに給していたとされる。ありがとうございます。